東立マトンネル、福島川高校、東立マトンネルは、福島県福島市半坂町中野都道市、大座佐にある国道13号のトンネル。延長2376メートル。1966年開通。国道13号、立ツ峠の冬季普通の解消のため作られた、立ツ道路のトンネルの一つ。旧立ツトンネルよりも南に掘削された。 福島市川から高平、中野第一、中野第二、大滝第一、大滝第二、東ず律子、西律子と7つのトンネルで、大宇山脈を横切る。入り口の建物には換気設備が備えられており、トンネル上部の早期トと描きを送って、トンネル内の換気をしている。2012年12月2日に、中央自動車道笹子トンネルで発生した、放落事故を受けて、 笹子トンネルと同じく釣り天井方式を採用している東立子トンネルの緊急点検を実施した。東立子トンネル、西立子トンネルの天井板撤去工事を2013年10月15日から2013年12月20日の間で実施されていた。24時間連続での片側通行規制の工事のため、国土交通省では国道113号、 国道121号を迂回するよう呼びかけていた。しかしながら工事は順調に進み、12月2日午後4時で、あずまりつトンネルの24時間片側交互通行規制は解除され、通常の対面通行をできるようになった。12月13日までの午前9時から午後4時の時間帯に、西立つトンネルの片側交互通行は継続されていた。大滝第トンネル。 東ズ子トンネル、西立子トンネル、ありがとうございます。